ともども、クロクラでは初めましてのトムです。やっこゆなさんだよ。はい、というわけで予告編でも言ったけど今回から、ゆなちゃんたちと新シリーズをやるぞ。いえいみんなよろしくね。はい、というわけで予告編を見てない人のために、改めてこの実況シリーズのルールとかのおさらいをしていくよ。じゃあここは私に任せてください。この世界のルールは、予告編を見てね。ごめんなさいごめんなさい、今から私が説明します。さて、この世界のルールだけど大きく分けて2つだよ。第一に、毎回目標を達成するまで終われない。わかりやすく説明すると、例えばエリトラを入手するって目標があったとするじゃん。わー、全然見つかんないし諦めよとか禁止って感じ。毎回この目標は立てるんですよね。うん、今回の目標は後で発表するね。第2に、コマンド、モッドの使用禁止。まあ当たり前っちゃ当たり前だね。唯一、難易度をハードにするコマンドと軽量化モッドに関してはありだよ。つまるところ、皆さん大得意のチート禁止ってことなんです。って感じでルールはこれだけだよ。ま、特に縛るわけじゃなくてサバイバルを単純に楽しもうって話ですね。まあね、バージョンも 1.17 にアップ。面白いんですか？まあ面白いと思うよ。待って待って待って、視聴者さん帰らないで最後まで見てって。ま、これを撮影してた時はまだ 1.16.5 なんだけど、すぐに 1.17 になるから大丈夫。さ、サバイバルを初めてやることといえば木こり作業だよね。急にサバイバルが始まって困惑中です。まあまあそう言わずに、さて、じゃあ今回の目標の発表をしようかな。目標の発表で超絶叫。いや、いつもラップなんて言わないでしょ。なんかイン踏んでたから振りなのかなってね。そんな雑な振りないよ。いやいや、そうじゃなくて今回の目標ね。今回の目標は、村を見つける、です。へぇ、村ですか。うん、即フルエンチャになりたいってのがあるかな。あ、ほのゆくでもフルエンチャになってましたよね。うん、初見さんに説明すると、ほのゆくっていうのは私が普段やってるマイクラ実況のタイトルだよ。ま、これと似たようなことばっかやってるからこの雰囲気好きだなぁと思ったらぜひ見てね。てか、これだとクロクラとほのゆくの差がないような。ふふ、いい振りありがとう。予告編でも説明したけど、クロクラの実況メンバーはいつもとちょっと違うんだなぁ。このクロクラは隣にいるユナさんたちと一緒にやってるんだけど、実況メンバーをクロスさせるんだ。ま、実際私がここにいますからね。次回のパート2では私たちはお休みです。編集はゆおくんがやってくれて、私のチャンネルに動画が出るよ。それで反対に私とゆなさんコンビは、パート3以降の奇数パート、編集は私で、ここ、ゆな&ゆおチャンネルに投稿するよ。細かいこういうルール系は概要欄に書いてあるから要チェックで。さあさあ、サクッと石ツールを作っちゃおう。露天で石炭があるのは大きいね。その間に私は木をたっぷり集めます。ふふ、森林破壊に努めてくれー。事実ですけど言い方ひどくないですか。木のせいだよ、超木のせいだよ。そっか、木のせいかー。なら全然いいですね。さあ今取ってきた石でいろいろ作っちゃおう。ちょうどこっちも木こり作業終わりましたよ。はい、これどうぞ。木材1スタック、助かるー。ほい、今度は牛さん。食物連鎖なのだ。あれ、めちゃくちゃ珍しい羊がいる。わあ見て見て、ゆなさん、野生のピンク羊だよ。ほんとですね、染色したんじゃなくてピンクの羊なんて初めて見ました。ラインにも教えてあげようっと。これ確率的にはどれくらいなんです？ 0.164% らしいよ。分数だと600分の1だね。わお、めっちゃレアな羊だ。運を使い果たしたせいで村が見つからないのでは。ありそうで怖いのなんだかな。と走行してるうちに完全に夜になっちゃった。羊毛不足、トムさんは持ってます？いや全然足りてないんじゃないかな。私は白の羊毛2個しか持ってないし。じゃあ作れても一人分ですかね。とりあえずかまど作ったからお肉とか焼いておこう。じゃあその間に私がベッド作っときますね。お、それはありがたい。それじゃあお願いします。って痛いな、もう、邪魔しないでよ。ゆなさん100列パーアンチ。つけ立ちしましょう。うんうん、やっぱりジャンプ切りは強いね。ジャンプして切るとなんかあるんでしたっけ？ああ、これあんまり知らない人も多いよね。落下中に攻撃を当てるとクリティカルになってダメージが上がるんだよ。見分け方は音もそうだけど、いかにもクリティカルってエフェクトが出るよ。これを使ってたからさっき牛とかワンパンしてたんですね。そういうこと、細かいところだけど一撃で仕留めるのは大事だからね。とか言ってたらユナさんがベッドを作ってくれました。いやー、明日から本格的に探索ですよ。よし、即村見つけて終わるぞ。おお。おはよう。ってわけで探検に行くぞ。ゆなさんラックですぐ見つかりますよ。道中洞窟とかあれば鉄集めもしましょ。了解です。うん、まな板が恋しい。チート、ダメ、絶対。そうだ、村の中に作れるゴーレムトラップってのがあるみたいなので、それを作ってみてもいいかも。ほのゆくのより効率のいいやつ、トムさんよろしくお願いします。あはは、あれはちょっと効率悪いからね。ああ、でもバージョンが変わってるから機能するのかなー。ああ、村判定と関わると機能しなくなることもあるんでしたね。ま、動くと信じて作るしかないね。マグマダイブします？いやしませんよ。いやー、空からじゃなくてこうやって徒歩で冒険するのも久々かもなー。あー、トムさんいつもエリトラだから。うん、こんな話してたらエリトラ欲しくなっちゃった。いろいろ装備が整ったらエリトラは早めに取りに行こう。マナイ大外でインドに行ったことないユナさんには重労働すぎる。終わった。
特に何もないまま森の中を探索中。道中石炭とか食料とかを集めてた程度ですね。お、狼がいるよ。ほんとですね。骨持ってますか？お、3本あるし2本はユナさんに渡しておこう。私は一発で決める。とか言って外すんですよね。わかります。まあ見ててって。よし、行きます。トムさん。ほんとこれだから狼は、ま、どうせ日本じゃユナさん。あれユナさん成功してるな。名前はロロくんだそうです。昔飼ってた犬から命名したよ。私は一人でも戦えるし。とか言ってめちゃくちゃ寂しがってる模様。いろいろやってたら蜂の巣を発見しました。ま、これに関しては使う時にでもお話ししようかな。蜂の巣は 1.1 もワープでの内容ですね。そうだね。ホノリュクではまだ名前しか出てなかった気がする。さ、それは置いといて冒険再開だ。って言ってもずーっと森ばっか。そうだね。村の気配なんて全くないよ。少し時は進み、かなり深そうな洞窟を見つけました。鉄もあるしいい感じ。この調子でダイヤでも見つかればいいけどな。ダイヤですか？トムさんは何に使うんですか？優先的に使うものといったらエンチャントテーブルだよね。ツール系は交易で手に入るし。え、交易すご。やっぱ使えるものは活用していかないと。ま、それが一番ですね。と言ってもまだまだここは洞窟的にも高い位置だから、ダイヤなんて出てこないってわけなのです。そういうわけです。石炭ってよく枯渇するんだよねー。幸運があれば割と集まったりしそうですけど。まあね、燃料ならカーペット無限装置作れば代用可能だし、いろいろ作りたいものが多いな。って感じで集まった鉄で防具とかを作っていくよ。そうだなー。いつもならバケツを作るところだけど、ここはあえて盾から作っていこう。使うんです？いや全然使わないけど。使わないのかよ。まあユナさんに渡すのと、もしもの時のためにね。盾ってさ、強いんだけど松明を左手に持ちたいんだよね。あ、なるほど。だからあんま使わないんだけど、なんで作ったんだろう。本当になんで作ったんだろう。そんなわけでちゃんとツルハシとバケツとかを作っていくよ。そういえば 1.17 アップデって何が来たんですか？ああ、主に洞窟のアップデートが来たよ。今やってるのはまだ 1.16.5 の時に撮影したやつだから、全然新要素とかはないんだけど、そのうちすぐにアップデートされるから待っててね。それで、詳しい内容ってどんな感じなんです？銅とかアメジストとかが追加されたよ。アメジストってなんかすごそう。用途的には少ないみたいだよ。え、そうなんですか？うん、詳しくはそれに触れる時にやるけど、光を通さないのが特徴の遮光ガラス。あとは遠くが見渡せる望遠鏡がそれで作れるみたい。へぇ、望遠鏡とか面白そうですね。ま、アメジストよりも私的には銅と鍾乳石が嬉しいかな。銅はさっきも言ってましたけど、鍾乳石ってどんなやつなんですか？ふふ、なんと無限に手に入れることが不可能だったマグマを大釜に貯めることができるんだ。ってことは燃料に困らない？実際にやってみないとわかんないや。でも、本当にそんな感じだったら革命的だよね。全然何もなかったので探検再開します。唐突すぎて驚きを隠しきれません。まあ詳しい洞窟探検はユオくんたちの方でやってるらしいから、そっちを見てあげて。てかいつの間にか鉄フルになってるし。この序盤の雰囲気が好きな人もいると思うけど、ごめん、早く 1.17 にたどり着きたいからどんどん進めていくね。さて、そんなわけでこの辺でモンスターが湧く前に寝ておこう。鉄フルとは言ってもクリーパーとか厄介だしな。あとスケさんに攻撃されるのがヤバいんだよねー。さてー、あの木の上で寝ようかな。村だー。うお？ついに見つかりましたか？ついに。長かったこのシリーズも終わりか。感動系 BGM で雰囲気を作っております。苦節1パート。長いことやってきたねー。マジでここからこのシリーズが始まるんですよ。そういうこと言わないの。まあ、それはともかく大河の村ってのは初めてかな？私も記憶にないですね。私はあと砂漠の村とかだね。さあ村の小道が見えてきて。お、焚き火があるよ。これがあるのが大河の村の特徴だねー。さあ畑も見えてきたところで、今回の目標、達成ー。村探し、案外時間かかりましたねー。動画では大半カットされてるけど、実時間で1時間ちょいかかってるね。でも、案外早く見つかったんじゃない？まあ、こんなものかな。さて、今回は村の安全を確保して終わりにしようか。って言ってもそれが時間かかっちゃうので、ここからはユナさんの神視点からお届けするよ。トムさん視点は右上にちっちゃく出てるやつですね。で、これは今何を？ここを柵で覆うための整地をしてるところだよ。私の視点じゃ早すぎて寄っちゃうと思うから、ぜひ上からの眺めでお楽しみください。じゃ、整地タイム
少なくなってきたから明かりを確保しつつ一旦寝よう。って思ったけど一気に木は片付けました。お、最初と見比べてもかなり整地されましたね。さてここからはひたすら柵をつけていくよ。まずはユナさんに柵を結構渡して。と。それじゃあ行くぞ。さあ、柵で囲うのも終わって夜を待ってるよ。初仕様だと思う落ち着く BGM を聞きながら夜の村を見ていこう。なんだか眠くなってきますね。あはは、そうだねー。ま、これだけ待っても敵が湧いてる様子はないし村の安全は確保できたかな。ってわけで BGM をいつものに戻して。と、さて、こんな感じで始まった黒倉だけどどうだったかな。パート1、この動画だけは両方のチャンネルで違う視点の動画が上がってるから見てってね。次回はうちのチャンネル、トム&ライでパート2が投稿されるから要チェック。実況メンバーは、ライとユオくんでお届けするよ。わあめちゃくちゃ終わりの予感がする。じゃあ最後はこっちの挨拶で締めましょうトムさん。それでは、バイカリター。